沼はいどうもこんにちはジェット大輔です。えー、これまでね、えー、発売前の先行レビューを行っておりましたアルファセブン S3、えー、ようやく。 発売されまして、私のもとにも届きました。大変気に入っております。え、それからですね、こちらも大変気に入っておりますけども、富士フィルムの XT4 というね、フラップシップカメラですね。え、どちらも広角レンズを付けまして、こちらはタムロンのズームレンズですけどもね、え、こっちは富士純正の 16mm レンズを付けております。ま、24mm 相当になるようにして、自撮りを観光いたしました。え、というのもですね、富士フィルムの フィルムシミュレーションというのはね、非常に評判よろしいですよね。皆さんご存知でしょうけどもね。で、えー、X、X じゃねえ。<laughs> アルファ 7S3 もえ、かなりね、クリエイティブルックというのがいいよという話はね、私ね、以前からしております。ね。じゃあ、どっち色で選ぶならどっちっていうことをね、まあ、富士フィルムの最高峰の機種と、 え、ソニーの最新の機種で比べてみました。えー、まあ、どっちもね、似たようなものがありそうでなかったという結果になってます。はい。でも大変面白いのでご覧ください。はい。テスト撮影が始まりました。こちらがソニーの α7S3 というカメラを使っております。レンズの方がタムロンの f2.8 投資のズームですね。えー、17-28mm というものを使って、えー、24mm 相当になるように調整しております。でこちらがですね、富、え、士、ー、フ,フィルムの X-T4 というカメラでございます。えー、レンズの方は 16mm の f1.4 というね、 えーまあ、大変素晴らしい。単焦点レンズなんですけどもね。ズームレンズに単焦点レンズということでね。多少富士フィルムの方が有利になるのかもしれませんけどもね。えー、こちらも換算 24mm 相当になるレンズでございます。いかがでしょうかフィルムシミュレーション、えー、クリエイティブルック、ともにですね、えー、一番スタンダードなものを使用しております。どうでしょう。若干ソニーの方をね、ホワイトバランスに えー、ちょっと色、色被り調整みたいなのありますよね。あれで、えー、富士フィルムの色味と近くなるようにはしたつもりなんですけどもね、この液晶で見る限りは近いのかもしれませんが、どうだろうな。<laughs> えー、見た感じ、僕は好みは富士フィルムだったりしますね。えー、どちらもね、 いいっちゃいいんですけどもねまあ富士フ,フィルムの方が僕はリアルな感じで好きかなソニーはどことなくね綺麗ですよねファンタジーな感じで綺麗ですね富士、えー、フ,フィルムの方はまあなんというかドキュメンタリーというかリアリスティックというかそういう感じがありますけどもねじゃあルックの方をねフィルムシミュレーションの方変えてみましょうか はい。新しいルックに変えました。新しいというか違うルックに変えました。ちょっとソニーさんの方がね、色がどぎつくなってしまいましたけどもね。あの、液晶画面で見る限りはどぎつくなっておりますが、これはビビッドですね。どちらもビビッドを使用しております。まあ、ちょっと、おじさんの顔を室内で見る分にはちょっと辛いなあというのがありますね。若干、後ろの方が、背後の方が明るい、逆光気味。 な感じのね、えー、照明となってる。まあ、前の方にも照明はあるんですけどもね、十分に起こすぐらいの、えー、明るさはありません。ね。まあ、よくありますよね、こういうシチュエーションっていうのはね、例えば、えー、トンネルを通ってる時にね、トンネルの背後の方がね、明るくて、こういう風な逆光シチュエーションみたいな感じになったりするんですけどもね、まあ、多少ね、こういう横から窓から光が入ってきてっていうね、そういうシチュエーションはあります。 まあ、電車なんかでもよく起こりうる感じではありますけどもね。えそういった感じのところで、例えば廊下であるとか、電車であるとか、トンネルであるとか、で、よく起きがちな照明で顔が黒くなっているときは、このビビッドは、まあ、合わないんじゃないかな、っていう気はしますね。でも、どちらも綺麗ですよね。そして、どちらも AF をよく追いかけてくれています。じゃん 手を前に差し出して、おや富士フ,フィルム合わないかああ、じわじわっと富士フィルムの方が合ってきましたね。この辺はね、設定をもっと煮詰めたら、同じくらいにはなるのかなしゃ富士フ,フィルムじわじわ来る設定にしてるかもしれないね。ちょっと、フィルムシミュレーションまたね、ルック変えてみましょう。さあ、これはみんな好きなんじゃないでしょうかね。ソニーの方が、 えー、これがですね、FL というものですね。一説にはフィルムルックではないかとおっしゃっていた方がね、えー、コメント欄にいらっしゃいましたね、以前ね。えー、そしてこちら、XT4 の方がですね、えー、クラシッククローム。大人気のフィルムシミュレーションですね。FL 対クラシッククローム。いかがでしょうか、まあ、僕はどっちも好きだけどもね、やっぱソニー、ソニーよりも、 どっちかうんフジフィルムの方がま若干違うね画角が違うから何とも言えないんだけども条件を変えてもいや条件を変えるとどっちもどっちでいいのかなどっちもどっちって言い方するとあんまり良くないんだけどどっちもいいような気がするな。 どっちも好きだなぁ。困っちゃうな、これは。<laughs> さて、またフィルムルック、フィルムルック、混ざっちゃった。フィルムシミュレーション、クリエイティブルック変えてみましたけども、ソニーの方が、えー、今回はですね、 NT というものですね。おそらくニュートラルの略かなと思います。NT というものですね。えー、かなりニュートラルな描写になってるんじゃないかなと思いますけども、富、え、士、ー、フ,フィルムの方でニュートラルの描写といえば、えー、フィルムシミュレーション、エテルナが有名ですよね。映画フィルムを模した。模したじゃなくて映画フィルムのエテルナをイメージした、えー、フィルムシミュレーションとなっておりますけどもね。えー、こうやって見ると、 まあ、どちらもフラットな感じのね、ものですけどもね。全然違うね。サイドがもう違うね。あれサイドをいじってんのかなひょっとして。富 <laughs> 士フレルムのサイドいじってたりするかもしんないね。どうなんだろう。まあ、そう考えるとソニーの方がね、えー、ビデオカメラ的なね、えー、放送から 映画作品まで、映画作品はわかんないけども、V シネマとかまで、<laughs> えー、幅広く使えるような感じの、汎用的な感じになってるんじゃないだろうかね。富士フィルムの方はやっぱりね、富士フィルムで撮った色だよな、っていう感じがしますよね。まあ、そこが好きなんだけどさ。いや、こうやって見てみるとね、 やっぱそれぞれのカラー出てますね。で、僕が好きなのはどっちかといえば富士フィルムの方かもしれないね。パッと見はね、パッと見富士フィルムかなっていう気はしますよね。えー、いつか秋が来る、あのー、個性かもしれないけどもね。やっぱり個性が強すぎるものってずっと見ているとお腹いっぱいになってきちゃうなっていうのはありますんでね。えー、その辺をね、どううまく調整していくかっていうのはありますよね。 うーん。ああ、でもいいな。どっちもいいなあああ。ああ、ソニー素直だな、これ。自然だな、ソニーのは。いや、フジフィルムも好きだな。<laughs> なんとも言えない、これは。<laughs> さあ、また、ルックを交換してみ、交換じゃない、変えてみました。えー、こちらの方がですね、PT というものですね。えー、ソニーの方は PT、ポートレート。 だと思います。えー、そして、富士フィルムの方が S ソフト。えー、アスティアのフィルムシミュレーションなんですけどもね。えー、こちらもね、ソフトな感じで、えー、まあ、両、両者似通った感じのね、えー、ポートレートモードになるんではないかなと思いますね。富士フィルムの方ね、もう一つね、プロネガハイっていうのもポートレート向きだとされておりますけどもね。そちらの方はもっとね、 もうちょいハードな感じになるのよね。これと比べるとね。えー、これは両者似てるんじゃないかなと思います。ただ本当に前からの光が今ね、どん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 外の入ってくる光が変わりつつありまして、今日ね、台風の日なんだよね。天候がすっごい変わってて、光がどん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 変わってきてるんで、えー、若干これ僕の顔が暗くなって、 できてるんじゃないかなという気はしますけどもね。えー、それでもね、瞳 AF は両者ともにすっごい追っかけてくれております。ただ僕がこういう動きをすると、今ね、すごいひどい腰痛なのでね、台風の気圧のせいかもしれないけど、本当にね、年取るとこういうのはね、古傷が痛むというかね、えー、めちゃくちゃ星の痛い動きですね、これは <laughs>。はい、それじゃあまた設定を変えてみましょう。ドン さあ、また、フィルム、ルック <laughs>、また混ざっちゃった <laughs>。フィルムシミュレーション、クリエイティブルック、えー、変更しました。まあ、今度は極度に両者違いますね。えー、もう一度ソニーの方、FL です。一説にはフィルムルックではないかと言われる <laughs> FL でございます。そして富士フィルムの方が、こちらね、エテルナブリーチバイパス。もう、 若い頃はみんな大好きな銀残しってやつですよ <laughs>。なんであんな若い頃銀残し好きだったのかねま、ビジュアル系だよね、これね。明らかにビジュアル系バンドの影響だよね。なんかこう手広げて歌ったりする感じのね <laughs>。流行った流行った。で、こっちが FL。だからブリーチバイパスがないんだな、ソニーはな。そういう感じですね。はい、じゃあ次行きましょう。 うん。まあ、これも、これは両者比べるものなのか、比べる対象なのかっていうのがそもそも謎ですけどもね。えー、in, ソニーの方は in というね、クリエイティブルックにしました。そしてこちらがですね、フジフィルムの方のフィルムシミュレーションが、えー、クラシ、えクラシックネガ。クラシックネガです。 ハマる人はハマっちゃうクラシックネガというね、フィルムシミュレーションですね。IN、クラシックネガ。あれ似てるようで似てなかったなぁというのが正直なところですね。これ、え、IN の方エテルナにぶち当ててみるべきか。よし。チェンジ。はい。 引き続き、ソニーの方は IN を使っております。そして、富士フィルムの方は、エテルナに変えました。大好きなエテルナに変えました。はっはーなるほどね。ね、なるほどね、という感じですね。まあ、エテルナはどちらかというとね、ログ撮影の方にも半分足掛けてるような、そんな感じもありますからね。 どっちが好みかなんん <laughs> これは富士フィルムの方が僕は好きだなぁ、やっぱり。<laughs> やっぱりってついちゃった。まあ、ソニーの方もね、だいぶいいとは思うんだけどもね、ちょっと極端に振りすぎてるのかなわかりやすさっていうのを求めちゃった。 フジフィルムはね、フィルムシミュレーション変えても変えても変えても、あれ何か変わったのかなって、そんな極端にはぐっと変わらないね。あ、ちゃんとここはね、フィルムの会社なんだなっていうのはありますけどもね。ソニーはね、わかりやすくグイグイグイと変えていきますね。まあ、それがね、楽しいっちゃ楽しいですよね。どん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 こう、見てすぐわかる色で変わってくれるんだからね。 まあ、どっちが自分に向いてるかってことでしょうね。でなおかつユーチューバーさんだったら、どっちが視聴者層の心を引きつけるかで考えてもいいのかもしれませんね。まあ僕は、どっちを使いたいかっていうと、富士フィルムの方かなぁ。でもソニーも全然、これまでのソニー製品よりは全然違ってて、好きです。もう大好きですわ、ほんまあ。 はい、これ持って写真撮りに行きたいよな行きてえなーでも富士フィルムもいいな全部いいな。全部買わなきゃな。<laughs> 全部欲しくなっちゃうよなこれ。はい、そしてこの辺で最後にしましょうかね。えー、今、ソニーのクリエイティブルックが SH になっています。SH。シャイニング。<laughs> ではないかもしれないけども。まあ、ちょっと輝いてるね。 えー、コントラストが低くて、ふわーっとシャドウも持ち上がってて、ね、好きな人は好きな、丁寧な暮らし、ロハスなビジュアルですね、これはね。<laughs> はい、そして対する富士フィルムの方がですね、えー、こちら、もう一回、もう一回ソフト持ってきました、アスティア。えー、だってそ、それ、ね、これに対抗するんだったらそうなっちゃうだろうなと。 全然別物だね、これは。別物すぎて。でも、ね、それぞれにそれぞれ対応するものがあるわけではないからさ。ね、無理やりこう、近そうなものを無理やり対決させてるわけですけども。やっぱ富士フィルムさんすげえな。ずっとフィルム作ってただけはあるわ。 いやあ、これはお見それしました。本当に。あ、でもソニーわかりやすいよね。<laughs> ソニーはわかりやすい。今後これがさ、この丁寧な暮らしがさ、ハンディカムとかエクスペリアとかに搭載されたらさ、それは恐ろしいことになりますよね。エクスペリアでみんな丁寧な暮らし取っちゃうよね。やべーなー あらー、これは、今後また楽しみになってきましたね。乗り換えるっていうんじゃなくて、両方使いたいってね、ますます思ってしまいました。はい。そういう実験でした。